Hey, what's up? キャプテン虎次郎です。今回はファイナルファンタジー14に集中できない理由がオーバーパワー。質問読み上げます。こんにちは、虎次郎さん。今回は質問というより虎次郎チャンネルを視聴している方にも知っていてほしいことがあって投稿させていただきます。今現在かなり回復してきてはいるのですが、自分は実はコロナの後遺症に悩まされています。症状は人それぞれなので明言はできないのですが、自分の場合割と14に影響の出るタイプの後遺症で、集中力の持続に限界があったり、バッテリーのへたったスマホのようにいきなり疲れが出てきたりと、長丁場の ID やアグライアのような慣れていないコンテンツがかなり苦しい状況になっています。ちなみにリアルの仕事は休み休みマイペースにできるのでなんとかなっています。そんな中、時期は前後するのですが、自分のメインジョブである戦士のオーバーパワーに変更が加わり、手癖で操作する難易度が跳ね上がりました。もうこれしばらく戦士無理やなと思って、もうかれこれ一月近く戦闘系コンテンツをほとんどやっていないのですが、それはそれで置いてけぼりにされている感覚があって、ものすごく気分が悪いのです。後遺症が収まるか、オバパが元に戻ってくれるとなくなる不都合ではあるのですが、エンピリアムに FC ハウスがゲットできたので、とりあえずギャザクラと内装をやってます。でもフレがどんどんコンテンツを進めているのを見てるとなんとなく寂しいです。慣れていた ID でも以前のようにはプレイできなかったので、なおさら腰が引けているのですが、もし自分の参加するコンテンツファインダーにこういったプレイヤーが入ってきた時、虎次郎さんや皆さんはどう思われるでしょうか。決して多くないと思いたいのですが、このご時世コロナの後遺症で同じように悩んでいるプレイヤーの方もいるのではないかと思い投稿させていただきました。よろしくお願いします。これに対する答えは、身内なら声かけながら試しに遊ぶっていうことと、自分がやりたいことをやろうです。トラジオの場合なら、例えばコンテンツファインダーで一緒になった時、その場でちゃんと理由説明してくれれば、そのパーティーで相談し合って進行して対応するんですけど、正直野良のマッチングだと説明したところで、じゃあなんでゲームやってんのっていう人がねいる可能性もあるので、自分の体調に合わせた遊び方で遊べばいいと思いますし、ゲーム内に相談できるフレンドがいるならそちらに相談するといいと思います。フリーカンパニーやフレンドなど身内に相談した上で、もし身内だけで一緒にコンテンツ行けるのであれば理解は得やすいと思います。それとオーバーパワーがどうというよりかは、後遺症がきついと思うんで、まあ、体がついてきてないんじゃないかなと思います。急に集中力切れるっていうのは後遺症としてよく聞く話なので、14を長くやるのは現状大変かもしれません。14って常に状況判断しないといけないし、アクション性もそこそこあるので、確かにずっと集中してないといけない場面が多いです。もしかしたらゲーム的にきついかもしれないんで、今はまったりと遊ぶのがいいんじゃないでしょうか。フレンドと差がついてきているっていうことなんですけど、遊び方は人それぞれなので、いずれにしても自分が遊びたいものを遊ぶのがいいと思います。正直言うと、後遺症がきつくて集中できないことが嫌で、オーバーパワーのせいにしてしまっているっていう気がするんで、もうきついもんはきついと認めて遊ぶっていうのもいいし、オーバーパワーは今まで前方範囲だったものが A 範囲に変わったんで、まあ元々のね癖はあるかもしれないんですけど、使い勝手自体は良くなってると思うので、継続して戦士で遊ぶとすぐ慣れるかなと思います。とはいえ、なんとか14を遊びたいと思うんで、集中力が持たなくても遊ぶ方法を解説します。今回お話するテーマはこちら。コンテンツの線引きをする、パーティー募集を立てる、高難易度は正直無理、 FF11 もあり、諦めないことを一つだけ、オーバーパワーになれろ、この6つのテーマでお話ししていきます。1つ目、コンテンツの線引きをするってことなんですけど、まずは自分の体調と相談しながら、どれくらいのコンテンツを遊べばいいのかを線引きしていきます。長丁場の ID とアグライアなどで長いっていう判断なんで、そのあたりが限界だと。で、慣れていないのはきついっていうことなんで、もし継続的に遊べるのであれば、ずっと遊んでるうちにね、慣れるのは慣れてきます。ただ体調がどうついてくるかは自分しかわからないので、自問自答しながらどこまで遊べるかを明確にして、もし後遺症が収まってくるのであれば、少しずつ遊べる幅を広げていけばいいと思います。2つ目、パーティー募集を立てるっていうことなんですけど、少しでも遊べる環境を作るためには理解者が必要です。正直アグライアでまるで集中力が持たない時に、仮にねコンテンツファインダー申請して B タンクになってしまうと、まあ、みんなが混乱することになって、そこで理解者がいればうまくカバーしてくるとは思うんですけども、コンテンツファインダーだとどんな人がいるかわからないんで、中にはねもしかしたら罵声を浴びせてくる人もいる可能性があると。そんなことが起きると余計に自分自身のモチベーションが下がってしまうんで、じゃあいっそのこと理解者だけが集める状況を作ってしまいましょうよと。
それが可能になるのがパーティー募集で、まあ、ID なら4人ってね、割とすぐ集まるんですけど、アライアンスなら24人必要ですが、パーティー募集であれば十分に集まる可能性があります。いずれも募集分に、まあ、正直に後遺症で苦しんでて集中力が持たないと、休み休みになりますが、どうしてもクリアしたいので協力してくれる方募集みたいなことを募集文に書いてパーティー募集出してみてください。コンテンツファインダーや通常の募集と比べると、もしかしたら集まり具合がね、悪いかもしれませんが、必ず参加してくれる人はいます。ネットとかではよく人の悪口を書く非可戦が多いようなイメージかもしれませんが、あれって全体のごく一部ですし、多くの人には親切心があると自分は思ってます。なので、自分が戦士なのであれば、思い切って B アラタンクでメインタンクやりますっていうので募集出して待ってみることです。集まりが悪くて根気よく待つか、それとも人が多い週末に募集するなどして、とにかく安心して遊べる状況を作ってしまいましょう。諦めない限りは可能かなと思います。3つ目、高難易度は正直無理ってことなんですけども、パーティー募集立てるまではいいんですけど、現状だと正直高難易度は無理ですよと。質問見る限り予定はないとは思うんですけども、高難易度、特に霊式はクリアするまで練習し続けるのと、処理が大変なギミックが連発するので、集中力の塊みたいなものをね、要求されます。この辺は隊長と相談すればいいんですけど、環境的にはかなり厳しいので、ひとまず見送るくらいの気持ちを持っておくといいと思います。4つ目、ファイナルファンタジー11もありっていうことなんですけど、14と離れて11実はおすすめだったりします。最近ね、自分もちょっと実は始めたんですけども、これがね、なかなか面白くて、14みたいにアクション性は強くなく、戦闘中はね、忙しい時もありますが、まあ、これジョブにもよるんですけど、基本攻撃がオートアタック主体なんで、14ほどこう反射神経や集中力を求められる場面は少ない、まあ、現状なんですけどね、現状はそうなんですけど、同じ MMO というジャンルでは遊びやすいと思います。もしこれ以上14がきついけど MMO は遊びたいよねっていう思いがあるなら、11を隙間に遊んでみるのも一つの手段だし、まあ、自分は正直おすすめしますよと。で、11に関しても動画実は作っていく予定で、今後別チャンネルで指導した時にまたお知らせしたいと思います。5つ目、諦めないことを一つだけってことですけど、後遺症本当に辛いって話をよく聞きます。自分の周りにも実際にいて、倦怠感が続いたり、同じように集中力が持たないっていう人もいれば、味覚がないっていう人もいます。多分14に限らず全てのことが憂鬱になるかもしれませんし、気を紛らわすために14をやってるかもしれません。そんな中、いろんなことを諦めたくなると思いますし、時にはしっかり休むことも大事ですし、辛いことは諦めることも大事だと思います。でも自分の中で1個だけでもいいんで、諦め悪いものを作っちゃった方がいいです。なぜか、それが最後に希望になるからです。何でもいいです。なんか1個、体調が辛いかもしれないし、動くのも嫌かもしれない、でも1個だけ諦めずに続けられそうなものを続けてみてください。なぜこんなことを言うのかっていうと、自分がそうだからだと。自分は今こうして YouTube をメインに活動してますが、過去にリアルで会社員から独立して自分の力でね、挑みたいと思っていろんなことに挑戦しました。で、何をやってもね、結果がうまく出せず、まあ、出たとしても続かずで、そんな中いろんなことを諦めていったと。一時無気力な症状にもなりました。でもその時にこれだけは続けて遊ぼうってやってたのがファイナルファンタジー14でした。もともとね、 YouTube 自体は実は実写でやってたことがあったんで、動画を構成する力と簡単だけど編集する技術だけはあったんで、それを活かして数年前にファイナルファンタジー14をやってて、その時も FC マスターやってたんですけど、その時にまあメンバーのためとか身近な人の役に立てばと思って動画を作り始めました。今思えばね、気狂ってます。だって窮地にいる状況でゲームの動画作っている状況なんですよと。普通に考えたらね、もう頭のネジぶっ飛んでるよねと。でも結果的に14に救われ、自分の中で希望になったと。これは今までいろんなことを挑戦してきたものと、まあ、何か一つでも諦めないものがあるおかげで新しい活路を切り開くことができました。超人気 YouTuber みたいにどでかい立場でもないですし、そこまですごいことかって言われると、自分のやってることは何か一つに打ち込んで継続してやれば大体の人はできるレベル程度の話です。これって何も特別なことでもなく、諦めなかった結果なので、質問者の方も何でもいい、戦士を続けるとか、体調を良くするために何か一つできることなど何でもいいんで、一つ諦め悪いことを続けてみてください。それが何かの解決策を見出すこともあるんで、
ちょいとねゲームの話はそれてしまったんですけど、悪あがきしてみてくださいと。それでもしかしたら戦士のオーバーパワーも使えるかもしれません。6つ目、オーバーパワーになれろってことなんですけど、結論、オーバーパワーになれろ。とっとっとっととらじろう、とっとっとととらじろう、こんな感じに生きてゆくとらじろう運動。